皆様、真行寺のオンラインお寺参りにようこそお参りくださいました。仏事作法解説では、仏事や作法について、知っておきたいことや、よくご質問をいただくことなどをできるだけ分かりやすく解説しております。今回はお仏壇を選ぶ際のポイントについて解説させていただきます。ご家族が亡くなってお仏壇の購入を考えておられる方、どんな種類のお仏壇を購入するのが良いのか迷っておられる方、お仏壇を選ぶ際のポイントを知りたい方、お仏壇の購入を失敗したくない方、こういう方におすすめの内容となっております。今回はお仏壇を選ぶ際のポイントについて、特にお仏壇の種類、置く場所、大きさ、宗派、価格という点から解説させていただきます。お仏壇を選ぶ際の参考にしていただければ幸いです。なお、この内容は主に浄土真宗本願寺派、ご本山は西本願寺の内容でお話をさせていただきます。それでは見てまいりましょう。寺小屋チャンネル。お仏壇を選ぶ際にまず知っておきたいのがお仏壇の種類です。お仏壇には大きく分けて3つの種類があります。1つ目は金仏壇です。金仏壇は木の上から漆や金箔などが塗られたお仏壇です。金仏壇の特徴はその名の通り、金色に輝いたお仏壇であることです。その金色は仏様の国である浄土の様子を表したものとも言われます。金仏壇は浄土真宗のご家庭で用いられることの多いお仏壇でもあります。また格式のあるものは職人の方が丹精込めて作ったものですので、とても美しいです。お仏壇の種類の2つ目は唐木仏壇です。唐木仏壇は黒檀や紫檀などの木が使用されています。特徴は木目の美しさをそのまま生かしていることです。木の優しさや落ち着きが感じられ、重厚感があります。1つ目の金仏壇と2つ目の唐木仏壇は伝統的なお仏壇とも言われます。お仏壇の種類の3つ目は家具調仏壇です。家具調仏壇は現代の家や生活に合った現代的なお仏壇とも言われます。特徴はリビングなどに置いても違和感なく合うことです。金仏壇、唐木仏壇、家具調仏壇のどれでないといけないということはないと言われます。大切なのは手を合わせようという気持ちになるお仏壇をお選びになることだと思います。お仏壇には大きく分けて3つの種類があることをまず押さえていただいて、お選びになると良いかと思います。またお仏壇を選ぶ際に考えておく必要があるのが、お仏壇を置く場所です。置く場所によってもどのお仏壇の種類が良いか感じ方が変わっていきます。例えばお仏壇を和室に置くのであれば、金仏壇や唐木仏壇などの伝統的なお仏壇が合うかもしれません。またリビングに置くのであれば家具調仏壇が合うかもしれません。このように置く場所によってもどのお仏壇の種類が良いか感じ方が変わっていきます。ですのでお仏壇を置く場所もお仏壇を選ぶ際の重要なポイントになります。お仏壇屋さんなどに見に行く前にお仏壇を置く場所を考えておくと良いでしょう。補足しておくと、リビングだから金仏壇や唐木仏壇はダメということはありませんし、和室だから家具調仏壇はダメということもありません。そのあたりは人によって好みや感性も違うことでしょう。お仏壇の種類と置く場所と合わせて考えて、手を合わせようという気持ちになるお仏壇をお選びになると良いかと思います。またお仏壇をどの場所に置けば良いでしょうかというご質問もよくいただきます。お仏壇を置く場所や方角はこうでないといけないという決まりはありません。お仏壇は手が合わさりやすい場所に置くと良いです。手が合わさりやすい場所とは、例えば
先に行かれた方を忍びやすい場所や心が安らぐ場所などです。家の中のどの場所に置けば、お仏壇を置けば先に行かれた方を忍びやすいだろうか、心が安らぐだろうか、そのような視点で置く場所を考えてみると、そのご家庭、ご自宅にあったお仏壇の場所が決まってくるかと思います。お仏壇の置く場所については別の動画でもう少し詳しく解説しておりますので、よろしければそちらもご覧になってください。またお仏壇を選ぶ際にお仏壇の大きさも考える必要があります。購入したお仏壇が大きすぎて入らなかったとか、小さすぎてバランスが悪かったとか、そうしたことはできるだけないようにしたいですよね。ですのでお仏壇を置く場所の候補が決まったら、その場所の幅や高さや奥行きなどの寸法を測っておきましょう。またお仏壇屋さんに行かれる際は置く場所の写真を撮っておくと良いです。お仏壇を置いた時にどうなるかを想像しやすくなり、選ぶ際の参考になりますし、相談もしやすくなります。そしてまたお仏壇には台付き型のものと上置き型のものとがあります。台付き型は床に直接置けるようにお仏壇と台とが一体になったものです。また上置き型はタンスや台や地袋などの上に置けるような小型で低いタイプのものです。金仏壇、唐木仏壇、家具彫仏壇のそれぞれに台付き型と上置き型のお仏壇があります。お仏壇を置く場所によって台付き型、上置き型のどちらが良いかお決めになると良いでしょう。またお仏壇は宗派によって種類が違う場合があります。ご家庭の宗派をご存じない場合はご縁のあるお寺さんなどに確認いただいた上でお仏壇を選ぶようにしてください。ちなみに新行寺は浄土真宗本願寺派、ご本山は西本願寺となります。浄土真宗でも浄土真宗本願寺派や真宗大谷派などいくつかの宗派があり、それぞれにお仏壇の種類や仏具が違う場合がありますのでご注意ください。お仏壇を選ぶ際に価格も気になる点かと思います。お仏壇の価格は種類や大きさによって幅があります。お仏壇は毎日のように手を合わせる場所となり、数年、数十年と手を合わせていく場所となっていくことでしょう。ですので先ほども申しましたが、お仏壇は手を合わせようという気持ちになるものをお選びになることをお勧めします。価格のことも気になりますが、お仏壇をいくつかご覧になって少し長い目で見て、ずっと手を合わせていけるものかどうかを考えながらお仏壇をお選びになると良いのではないでしょうか。最後にご本尊について補足しておきます。お仏壇にはご本尊とお脇掛けをご安置します。ご本尊とお脇掛けは西本願寺から正式なものが寄付されていますので、ぜひご本山の西本願寺からお迎えください。ちなみにご本尊とはその宗派やお寺で礼拝の対象とされている中心的な仏様のことです。浄土真宗のご本尊は阿弥陀仏という仏様です。お仏壇は仏様がいらっしゃる壇であることからお仏壇と言います。ですのでお仏壇には仏様であるご本尊をご安置します。そしてお脇掛けとはそのご本尊の両脇にお掛けするお掛け軸です。ご本尊やお脇掛けがお仏壇とセットになって売っていることもありますが、ご本尊やお脇掛けは西本願寺から正式なものをお迎えなさってください。その際はご縁のあるお寺さんにご相談していただくと良いです。お寺を通じてご本尊やお脇掛けをお取り寄せできる場合が多いかと思います。ご本尊とお脇掛けについては別の動画でも解説しておりますので、よろしければそちらもご参考になさってみてください。寺子屋。
いかがだったでしょうか。仏事作法解説ということで、今回はお仏壇を選ぶ際のポイントについて、特にお仏壇の種類、置く場所、大きさ、宗派、価格という点から解説させていただきました。お仏壇を選ぶ際の参考にしていただければ幸いです。本日も真行寺のオンラインお寺参りにようこそお参りくださいました。